名詞代名詞動詞助動詞形容詞副詞前置接続詞。こんにちは。3分学習大学受験英語基礎の基礎、萩予備もっと光よ。はい、今回の課題文はこちらです。はい、ポイントはこのサムという単語です。そう、これいくつかのとか何人かのって訳すとダメなことが結構多いんですよ。あのね、何人かの生徒はっていう風に聞くと何人ぐらいのイメージですか？ 4,5 人じゃないですかね。 3,4 人 4,5 人のイメージじゃないですか。けど例えば some students って来た時は 4,5 人かもしれないし、なんか20万人ぐらいかもしれないし、わからないんですよ、ね、なんでかというと some っていうのは不特定の数量を表しますよ。ここがポイントです。で、この some の後、この some の後に複数形が来てるとき、このときは一部のっていう訳がほぼ万能ですから、これで覚えておいてください。これむちゃくちゃ便利な訳です。some複数は一部のです。はい、で今回の文も最初に出てくる名詞であるこいつが主語です。主語には和かがをつけます。なので一部のメンバーはですね。であとは be good at 何々が得意だってやつの、熟語の否定形になってます、得意ではない、歌うことが得意ではないですよと。で今回ここ、前置詞ですね。前置詞の後にある ing、前置詞の後にある ing は動名詞です、ね、いいですか。何々することって訳してもね、まあことじゃなくて歌うのでもいいですけどね。はい、とにかく今回押さえておきたいのは some をいくつかの何人かのはやめましょう、一部ので覚えておくといいよっていう、そんなお話でございました。よろしいですかね。はい、この講座とにかく副文を押しています。短めのこの課題文を和訳して英作文、これをサボらずにぜひとも毎回やってください。この継続があなたの力になって、あなたの成績は爆上がりです。よろしくお願いします。さあ、もっと勉強したい皆さん、こちらのドリル3点ぜひとも取り組んでください。はい、ということで本日もここまでやってまいりましたが、チャンネル登録高評価ぜひお願いします。特にまだの方ぜひともチャンネル登録本当によろしくお願いいたします。本日もご受講いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。